はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。さあ皆さん、今週の CWL 見ましたか？いや、かなりね暑かったんですけど、何が暑かったかって、 CWL アナハイム後、ロスター変更期間がありまして、多くのチームが、メンバー変更をしました。その中で個人的に気になるロスター変更はエンビーと LG ですかね。エンビーにはガンネスとアサルトが加わり、これでデスメイト、エイクス、シリー、ガンネス、アサルトの、この5人ですね。でベテランプレイヤーとこのガンネスの組み合わせはかなりこのエンビーが強くなるんじゃないかなと個人的に、期待しています。ガンネスはね、もともと LG にいたんですけど、チーム内の問題があったのか、ガンネスがね、練習に来なかったり、なかなかちょっとね、言えない問題があったのかな。多分実力的な問題じゃないと思うんで、本当まあチーム内の揉め事なのかもしれませんね。そしてもう一つ気になるのは、EG に、アキュラシーが入りました。アキュラシーは、アタッチとね、日本に来た時に一緒にご飯食べたり、したんですけど、彼はかなり、素晴らしい AR なので、これは EG が一気にいいチームになりそうな予感がします。前回の CWL アナハイムで 100T が優勝インタビューの時にイネイブルがこんな風に言ってましたね。これからロスターマニアだよね、いい AR を入れた方がいいよ、そうアキュラシーみたいなね、みたいなことをインタビューで最後に言ってたんですけど、それにねアキュラシーがツイッターでね、ありがとうみたいな返事をしていたりしていたんですが、アキュラシーは EG に入りました。アタッチともすごく仲がいいので、個人的に EG すごく気になってます。さあ今回は個人的にその気になってる EG と 100T の試合をね、ちょっと一緒に見ようという動画になってます。前回の解説動画がサーチだったので、今回はハードポイントの動画です。これは BO5 の4試合目ですね。この試合の全試合を見たい方は、概要欄に、この CWA の Twitch と YouTube のね、元配信を貼っておくので、ぜひそちらをご確認ください。もうネタバレ嫌だって人はもう先にね、そちらをぜひ見てください。はい、というわけでやっていきましょう。さあ、グリッドロックのハードポイントというわけで、100T と EG で、もう最初いきなり8番誰だ？アパシーがもう早速裏取りに行って1枚削って、どうだ？これはフォーダウンして EG が最初取りましたね。さあこのアパシーの位置がすごく 100T からしたらかなりいやらしい動きをしてますね。 EG はかなり広めに取ってます。でそれに対して 100T はまずアパシーを倒し、まあ、左右をしっかりクリアしてからまずポイントに行くような形になるかな。でもそうですね、ちょっと 100T としては、厳しいね。 EG もしっかり左側の、まあ、僕たちが温泉って呼んでる、でもミニマップで言うと下の方にある、ところなんですけど、そこをしっかり EG は素早くクリアしたので、かなり EG としては綺麗に1歩取れてますね。でローテも完璧にできてます。やっぱりグリッドロックっていうマップはすごくローテーションが難しいんですね。マップが広くて、で特にこうセンターの通路も少ないので、前ポを取ってる方が次ポも取れるみたいな、エリアを取ってるほどねローテーションも有利になるっていうマップなんで、これはね多分EG がすごく連続で取るんじゃないかなっていう展開かな。逆にまあ、今 EG がポイントね多く取ってるんですけど、 100T も1回エリア取ればこっからねまた大量得点があり得るマップになってますね。さあケニーのいい裏取りで2枚削って、3枚削ったんだけど、残念ながら 100T はねリスポーンが取れてないので、あそこまで削ってもなかなかエリアのポイントまではいってないかな。さあしかし、EG はかなり前の今のポイントに守りを割いてしまったので、ローテーションは 100T が取ってますね。そして EG はこれかなり広めに、囲むような、敵のリスポーンを飛ばすような形にいってますね。まあこの、左のミニマップ見ると右と左でこう挟むような形を作ってます。でここでキルが発生すると赤の 100T はかなりリスポーンが飛ぶはずですね。だからここで EG がキルを取れればかなりうまい崩しになるんだが、さあ削り合ってどっちかっていうとこれは 100T 優勢かな。 100T が完全にクリアしましたね。これは 100T の守りはかなりうまかったです。さあグリッドロックの特性がだんだん出てきますね。連続得点を 100T は取られてたんですけど、ここからまた 100T が連続得点をしそうな予感がする。さあ EG がポイントに行くが、 100T がうまく守り、スラッシャーが、スコアストリーク近くなってますね。スラッシャーは前回の CWL アナハイムで MVP でしたね。
さあ、ローテーション的にはどうだ。 EG の方が、リスポーン取ってる状態だが、イネーブルがこの2階に、味方を待ってる状態。さあ 100T は左のミニマップ見ると一気に左側を押したので、EG としてはリスポーンかなり飛びました。いやー、これは綺麗な崩しでしたね。さあ EG こっからどうする。そうですね、残り今35秒なので、これ EG としてはこれからリスポーン取りに行くっていう時間ではないので、そうですね、正面から入って少しでも中立ポイントを取らせない動きをしないといけないんだけど、ここで4枚ダウン。いや、さすがですね。しかしちょっと押しすぎたかな EG としては。次の、1番目のエリア、次のエリアがローテーションを 100T に譲ってしまった形になったので、これはどうなるかな。うん、次のエリアわからないですね。また今度は、あれですね、 EG が次ポのローテーションを取った形で、 EG が、このポイントをね、次のポイントを取りました。まあ今かなりマップ見ると EG の方がかなり優勢かな。さあ最初のね、1周目もこのポイントは EG がかなり優勢だったので、また1周目のようにうまく取れるんじゃないかな。さあアタッチがすごくいやらしい位置にいますね、このミニマップの左上なんですが、 100T は正面と温泉から崩してポイントを獲得。さあ、うん、アタッチキルストリーク近かったけど、さあポイント的にはそうだな。おっと、ここで EG がリスポーン飛びましたね。ニポはまあ現在は EG が中に入ってるけども、リスポーンは 100T が飛ばしにかかってるから、どうなるかな。この脇は EG がリスポーン飛びましたね。 100T がニポのリスポーン飛び、うまく取りましたね、ここ。うまく本当に。さあイネーブルが地点もカットして、スラッシャーしっかり後ろも見てますね。さあ 100T かなり前線が高いので、リスポーン飛ぶことはまずないでしょう。さあ残り36秒5秒といった感じなので、さあ EG としてはもう時間的には正面から行くしかない。さあどう崩すかな、これは。うーん、3枚 100T が取って4枚ダウンで EG かなり厳しい。さあこういうとね、グリッドロックの特性が出てますね。かなり 大量に 100T はポイントを重ねてるので、さあ前半戦ものすごい点差があったと思うんですけど、もう逆転してますね。さあ100、今度は 100T が、この ミニマップ見ると左と右で挟む形でリスポーンを飛ばしにかかってます。 100T はこの崩し方がね、とてもうまいです。さあここでケニーのクラッシュ、さあどうなる。3枚削られてからの中削って、いやうまい。いや本当にこの 100T はハードポイントにおけるこのブレイクがとてもうまいですね。とにかくあのケニーの、クラッシュがすごくやっぱ光る。ケニーはとにかくキルしまくってね、クラッシュを大量にもう何回も何回もね回すんでね、スペシャリストの回転数が素晴らしいですね。そしてエリア取ってる時のテンペストはすごくやっぱり強いんですが、さあどうだ、キルには繋がらなかったが、まあ敵を止められるには十分でしょう。さあグリッドロックの特性、前ポを取ってれば取ってるほど次ポのローテも有利になります。さあオクテインとケニーが次ポに行ってるが、 EG もかなりね前ポをかなり捨てて次ポの中に早めに入ってますね。まあでもリスポーン的には 100T が取っています。さあ、EG は特に裏取りとかにも割いてないので、正面、エリアでの打ち合いのみといった感じ。さあ、EG がかなり枚数を削りました。おお、これプリスタのグラムスラブ。いや、彼のグラムスラブはね、すごくやっぱうまい。アナハイムでもかなり刺さってたので、やっぱりタイミングが素晴らしいね。さあやっぱりエリアは 100T が取ってます。さあでもまあ20も15秒とか16秒とかなので、まあローテーション
まあ、前ポーかなり 100T は取ってしまったので人数をね割いたから、その分 EG がね次ポーのリスを取ってる状態。さあここからどう崩すかな。お、ここでヘルストームですね。100T はあのミニマップ見と下の方、温泉側を3枚、建物の中を取って、ヘルストームを使ってここのポイントを崩しにかかりましたね。まあ、そこまでキルは達成しなかったけど、まあ十分枚数を削れたので 100T がしっかりとエリア取りましたね。キリストのリークの使い方かなりうまい。さあグラムスラムを使ってするんですが、ちょうど撃ち落とされてしまってフォーダウン。 100T 一気に優勢になりましたね。さあでもここで一気に枚数を飛ばして 100T は恨みをしなかった、後ろで敵が湧いちゃってるんですよね。なんですけどプリッサがしっかりと気づいている。そして2枚しっかり削りました。でこれで 100T としては挟まれるっていう状況を、打破しましたね。でハードポイントはリスポーンを飛ばすことはそこまで 悪いことじゃないんですよ。後ろに敵を沸かせちゃうっていうのは別にそこまで悪くない。ただ、まあ、ちゃんとそのリスを飛ばしたってことに気づいて素早く対処してれば全然いいんですよね。やっぱり海外プロってその辺のね対処がとてつもなく早い。本当にやっぱうまいね。あ、ちょっとこれちょっと解説見えなかったけど、イネイブがちょうどセンターから裏取りしてて良かったですね、今の動き。今のイネーブルのおかげで、今回も 100T は挟まれる状況がなくなり、いいですね、うまい。はい、というわけで、今回はですね、ちょっと動画をね、止めずにやってみたんですよ。前回ちょっと止めすぎたんで、止めずにやってみたんですけど、なかなか難しいですね。止めずにこう解説するっていうのは、どんどんこうね、展開が早いので、追いつかないね。こう見るとやっぱ大会の実況解説してる人本当素晴らしい。すごいですね、やっぱり。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ僕のこういう動画は本当、ね、あの CWL、まだ見てないとか見たことない、そういう見たことない人たちに向けての動画なので、まあこれをきっかけに、まあ Twitch とか YouTube の本当の CWL の動画の方でどんどん見てほしいなと思います。前回あげたイネーブルのね、紹介動画すごく好評で僕も嬉しいんですけど、ちょっとね、ああいう動画ものすごく作るのが時間かかるので、まあ気長に待ってくれると嬉しいです。チームやね、選手はやっぱ適当に紹介したくないのでね、ちゃんと作りたいので、その辺ご理解よろしくお願いします。というわけで今回の動画も高評価、チャンネル登録、モチベなのでぜひよろしくお願いします。というわけでお疲れ様です。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, or been when it's gone.